あ、連日寒い日々が続いています、オミクロン株も非常に勢力を拡大してきて、芸能界、お笑い業界、それから声優業界、まあいろいろ演劇に関わる人たちが、相次いで感染して濃厚接触のような状態となっているとか、ということでね、やっぱりこう日本の中の感染者数あるいは陽性者数の推移というのは非常に今かなり増加している傾向にあります。まああまり僕のこの身の回りで感染してるっていう話は聞かないですけども、あのココアのログチェッカーっていうあのウェブアプリケーションなんですけど、それを使って自分のココアのその接触ログを見たところですね、基本テレワークしているにもかかわらず、9人、まあ、最長で30メートルぐらいの付近で、近くにいた人が Bluetooth で検知される、まあ、ここ入っている人が検知されるという仕組みなので、かなりレンジは広いにしても基本的には家にいるはずなので30人と、まあ、どこかで接触をしていたということで、ちょっと身近に迫ってきているなというのが身に染みて感じている今日このものでございます。まあ、皆様も体調はくれぐれも気をつけましょうというお話です。さあ今日のご飯はファミマ三色そぼろチキン南蛮弁当でございます。まあこれもこれで割と定番な感じがしますが、美味しいので、というかこれぐらいしか残ってなかったので今日はこれをいただこうと思います。飲み物はジョージアカフェラテ、これ今50円引き券が2月14日まで使えるので、ぜひ買うといいと思います。というわけで早速いただきましょう。冒頭から分かったと思いますけど、実は服を散財しました。これが新しく買った服ですけど、ミリタリージャケットですね、の N3B という方の、寒冷地仕様のジャケットだそうですが、まあディテールはミリタリーっぽくて非常におしゃれでかっこいいんですが、何よりこれは、マイナス10度からマイナス30度までの、寒冷地で使用することを想定して作られているので、めちゃくちゃ暖かい。で、昨今ずっとね、寒い日々が続いているので、少しでも暖かい格好をしたいなと思ってちょっと探してたんですが、いい感じのものが、これはトレファクで買ったので、古着になりますけど全然綺麗なので非常にいい買い物だったなと思います。まあ何よりめちゃくちゃ暖かいんで、これね、この寒い冬は乗り切れそうです。まあちょっと暑すぎるぐらいなので中着るのはもう下 T シャツぐらいで十分かなと思うんですけど、こいつはめちゃくちゃ暖かいです。まあダウンも十分暖かいんですけど、世の中こうダウンだらけでね、もうみんなが猫もシャクシもダウン着ているような状況なので、こういったちょっと変化球でね、この辺のファーとかがついたりしてね、デザイン性もかっこいいので、
買ってみましたけど、どうでしょうかね。N3 非常にいいです。これは超高い、まあ、実売で1万円ぐらいだったので、元手が多分2万円ぐらいする服の、まあ、半額ぐらいで買えたので、非常にいい買い物だったなと思います。なのでちょっと古着はって思ってる人いるかもしれないですけど、トレファクスタイルだったかな、で、あの、いろいろ買えるんで、結構探してみるといい掘り出し物が買えるかもしれないので、皆さんもぜひ買ってみてください。ということで、めちゃくちゃあったかい、てかあったかすぎて暑くて今汗かいてるぐらいですけど、ちょっと寒さに耐えられなくてね、なんかいい服探してる人はぜひ N3 に探してみるといいと思います。ちなみにこれアルファインダストリー製です。以上、フランキーズでした。